スクコマ部屋暗いなカーテン開けるかさて今日は晴れてるかなうわまぶしいめちゃくちゃ天気いやーえ誰泥棒不審者しかも一切動揺してないしあれ面白くもないのに変な笑い出てきたうわなんか言ってる全然聞こえないよだから全然聞こえないってえー、警察のものです嘘つけ鍵開けてもらえませんかね絶対に嫌ですよあなたもしかして私のこと疑ってますそれはもちろん警察の人がベランダから でし,ょうしかも会話するためだけにトンカチ出して一んちの窓割るって日本の警察舐めてるんですかそれもそうですよねすみません本当はボーイッシュな女子高生ですもっと斬新な嘘ついてきた顧問の先生が厳しくて部活強いとこなのはい地区大会常連校です地区大会はみんな出れるわねえもう本当のこと言ってくださいよこの状況で何言っても確実にバレますってはあ分かりました本当は怪盗です泥棒でしょう怪盗 B です何ですか B って美男子の B ですけどあんたが美男子で怪盗 B なら俺も一般人 B だわブサイクの B ですかはい通報しまーすちょちょっと何やってるんですか何って警察に電話してるんですよいや私はまだ何も取ってない あなた窓割ってますからねあとベランダに侵入して無表情で家の中見つめてる段階で立派な通報案件だからあれは窓に映った自分の顔を眺めていただけであなたに実害は生じてないでしょうだから窓割ってんだよあそうだったそれはマジでごめんなさい今回私はあなたの家から物を盗み出す過程で3つの大きなミスを犯してしまいましたまず1つ目はねえ何勝手に話し始めてるの話し終わったらすぐに帰りますんで帰るなよ今回私が犯した3つのミスまず1つ目は登ってきたはしごを誤って倒し逃げ道を失ったこと2つ目は音を立てずに窓を割る道具を持参してこなかったことそして3つ目は ここに来て何よりも先にかっこいいサインを書いてしまったことですうわダサなんで盗む前に書いたんですかだって盗んだ後にこんなの書いてたら捕まっちゃうでしょじゃあ書かなくていいじゃん私はただあなたと警察にちょっとしたヒントを残してあげたかっただけなんですよ答えまで残して何言ってんだとにかく今回はたまたまミスを犯してしまいましたが私はあなたが思ってるほど間抜けな回答ではありません回答とも思ってないですけどね私には世界各国のありとあらゆる有名な場所で仕事を成功させてきたという実績があります例えばどこですかパリにあるルルーブ ニューヨークのメトロポリタン美術館なんかにも行きましたね。本当にそんなとこでやったんですかじゃあ今度お見せしますよ。私が今まで盗んできた数多くのパンフレットをね。ご自由にお取りくださいだ何ですかそのサイダーは。あ,あ違います違います。続けてください。あっちがあっちが挑発的な態度を取ってきたのでお望みどおり盗んでやりましたよ。まさか本当に取られるとは思ってもいなかったでしょうけどね。思ってるんだよ。山積みになってたでしょもういいですか通報しますああ。ちょっと待って。なにしつこいあなたは警察になんて説明するんですかあ,あベランダに不法侵入した男が急に窓から座ってきて落書きて。 た本当に被害はそれだけですかねえまあ、特に盗まれたものもないですし「ちっ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 てはっきり口ででいったいと初めて見たやつはとんでもないものを盗んでいきましたよやつってお前だろあなたが盗まれたものそれはそれは大切な時間ですあすいませんベランダに不審者がいるんですぐに来てくださいもし捕まったら面会に来てねこう的には今と変わらねえな。 この物語の裏話や楽しいお話が盛りだくさんの「ドゥフラジオ」がサブチャンネルで公開中その他のおすすめ動画やチャンネル登録もよろしくお願いします最後までご視聴ありがとうございました